はいどうもレッツさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、今日はですね、外房の大原にやってまいりました。現在ですね時間が、朝の4時50分ということで、まだ真っ暗です。まああっちの方がちょっとうっすらと、明るくなってきてる感じですね。で今日はですね、10月過ぎましてヒラメが解禁になりましたので、解禁直後のね、ヒラメ狙いということで、また今日もですね安価なタックルをご用意させていただいてね、大きなヒラメと、やり取り楽しんでいきたいと思います。はい、それでは今日も一日楽しく釣りをしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それではですね、今回使うタックルの方をご紹介していきたいと思います。まあ、これまでもねちょっと何回も出てるタックルなんですけれども、まず竿ですね。竿の方が、ポイントで購入したですねチャンネルスティック64というライトボートゲームという竿になります。店頭価格4980円で購入した非常にお安い竿になります。でリールもこれもいつも使ってますよね。ポイントのオリジナルのデンエモン、こちらのリールが、大体5000円ちょいなので、竿とリール合わせてほぼ1万というようなタックルになってます。P ラインが、1.25 を 200m 巻いてあります。リーダーですね、リーダーの部分にはフロロカーボンの4号を1広つけてある感じです。はい、じゃあ、仕掛けの方ですね、ここにね、三つ股サルカンがついてます。で三つ股サルカンから下に伸びているのが重りステイトですね。今回リーダーが4号なのでステイトは3号で、50センチ取ってあります。で重りは、今日は60号からスタートですね。ハリスなんですけれどもフロロの6号ですね。フロロの6号を、1.5 メートル取ってある状態です。で、親針がダイワのサクサスのチヌ針で、孫針、こちらもですねダイワのサクサスの、トレブルフックで、どちらも8号となっております。これでね今回はちょっとやってみたいと思います。結構下から上げてました。いいよ、よく当たるな。くんの後ろで太刀魚が上がった。はなさそうだけど、
3人連続ヒット。おー、いいサイズだ。でかいでかい。やったー。小さいなありがとうございます。ということで平野一番ようやと取れました。
と言いました結果はね、1枚でしたね。はい、じゃあこれから片付けてね、港の方に向かいたいと思います。はい、ということで港の方に戻ってまいりました。今日残念ながらね、ヒラメ、本命のヒラメは1枚ということで、まあ、でもね、かなり当たりは少なかったんですけれども、先週ね、取れてる人は2枚、3枚と釣ってる人もいて、で、この時期、まあ、いわゆるソゲサイズっていうのが結構数釣れることなんです。今日釣れたのはね、みんなでかかった。2キロ、3キロみたいなね、大きいヒラメばっかりでしたね、今日はね。まあ、そういう意味でも、まあ、数としてはね、ちょっと1枚と物足んない感じだったんですけれども、まあ、十分楽しい一日になりました。本日はですね、外房大原の、藤丸さんにお邪魔させていただきました。はい、またいつものようにですね、船長さんの方に、撮影の許可と計算をいただきましたので、このような動画を撮ることができました。ありがとうございます。感謝しております。はい、また釣り機会ありましたらね、このような動画どんどん作ってまいりますので、お楽しみにしていただけたらと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それじゃあバイバイ。